MGA はイギリスのスポーツカーのブランドである MG モーリスガレージの主要車種の一つである。1956年に生産が始まり、62年までに10万台ほどが生産され、その半数以上がアメリカ大陸に輸出された。それまでの TA から TF シリーズとは一線を画し、空力設計を大きく考慮した低いデザインとなって登場し、大人気を博した。ロングノーズの優美な佇まいは見るものを魅了する。ボンネットのエアインテークにはさりげなく MGA のロゴが入る。フロントのラジエーターグリルの上にも MG のロゴが入り、現代の車にはない見事な曲線美を誇っている。ヘッドライトにはラリー用のプロテクターが装着されている。真横から見るとフロントフェンダーのラインがドアエンドまで下がりながら続き、その後盛り上がるリアフェンダーにつながっていく。その躍動的なフォルムは多くのファンを獲得した。 MGA の魅力はリアからの眺めにある。盛り上がるリアフェンダーアーチとともに、トランクリッドはエンドに向けて緩やかに下がる。そのボリューム感は外から削られたものではなく、内側から盛り上がってるかのようだ。テールライトもこのマーク1は赤色一灯で、そのシンプルさに飽きがこない。トランクリッドには MG のロゴが入るが、その多くがラゲッジキャリアを装着している。これもまたロングツーリングをその名とする車のゆえんであろう。15インチの足にはクロームのワイヤーホイール。ブレーキはこの時代らしく4輪ともドラムで、オリジナル性を維持している。コックピットにはローズウッドの一枚板がはめられている。これは合板の貼り付けではなく、本物の単板が装着され、向かって左側から燃料計、油圧、水温計、タコメーター、速度計の順に並んでいる。面白いのはターンシグナルレバーである。これを曲がる方向にその都度ひねるが、なんと10秒ほどで自動に戻る。1950年代にしてオートリターンとは大したものである。ステアリングは元リタの小径ウッド、もちろん MG 専用である。シートは本革で、コブラタイプが装着されている。ホールド性がよく、ワインディングロードでも体に無理な力がかからない。エンジンは OHV の直列4気筒、 1500cc の BMC B タイプエンジンで、出力は75馬力とややおとなしめである。キャブレターは専用の2連 SU キャブ、非常にシンプルな構造である。このロングノーズのエンジンルームにはかなりの余裕があり、メンテナンスは比較的容易である。それはバッテリーが座席後部にあり、エンジンルームにないことも一役買っている。360度すべての角度においてそれぞれに表情が違う。このロングノーズ、ショートデッキのデザインは、その後登場する多くのオープンスポーツカーに影響を与えた。そしてこの個体にはファクトリーレコードが存在する。いわば出生証明のようなものだ。これによると、この MGA は1958年9月25日に生産されたものだという。長く乗り継がれる個体である。さて走り出してみよう。